山本久子は、日本の厚生労働技官、国際公務員、医学博士、医師、風事務局長補、グローバルヘルス分野でも主に活動している、岡山県岡山市出身、北海道小樽市を三笹高等学校を経て、1985年、札幌医科大学卒業、横浜市衛生局医官、環境庁待機保全局自動車公害科を経て、 1991年、岡山大学大学院修了、医学博士。同年ジョンズ・ホップキンズ、大学公衆衛生大学院に留学。同大公衆衛生学習士の学位を取得。1992年、厚生省保健医療局エイズ、結核感染症課課長補佐。1995年、佐世保市保健環境部長。1998年、厚生省。 保健医療局臓器移植対策室長補佐。2000年浦安市助役。2004年外務省国際連合日本政府代表部参事官。2009年防衛省人事教育局衛生官。2011年厚生労働省健康局疾病対策課長。2014年厚生労働省北海道厚生局長。 2016年厚生労働省大臣官房審議官。2017年厚生労働省大臣官房総括審議官。同年風事務局長補。ありがとうございます。